はい、皆様こんにちは、ラーニングエッジの清水です。さて今回もいきます。今すぐ使える大企業のマーケティング成功事例の解説、このシリーズいきますよ。ニトリさん、実は世界一なんです。36期連続で増収増益をしているこのニトリさんの戦略について、マーケティングについてお話しできればなと思っております。今すぐ使える内容でお話しさせていただきます。もちろんそれがね、すぐにその通りになるかどうかっていうのは、もちろん一つずつやっていかないといけませんし、36年連続ですよ。で、増収増益なんて、これも半端ないことですから。世界の歴史で言うとですね、ウォルマートっていうアメリカでの圧倒的ナンバーワンのチェーンがありますけども、まあ、そこが30数年やって、それを超えてですね、ニトリが世界一になった。ウォルマート以上っていうのはすごいことなんですけれどもね。どんなマーケティングをしているのかっていうことですよ。創業者であるニトリさんがですね、本もいっぱい出されてますから、ぜひまずは読んでいただきたいっていうのと、ポイントはですね、本当に基本に忠実だってことなんです。ロマンを追っかけてとかね、ビジョンを持ってとかってやっぱり語られてますけども、地道なんです。やるべきことをちゃんとやると。家具を作っている、まあ皆さんね、キーワードとしては聞いたことあると思いますよ。お値段以上、値段以上におって思うような、通常よりも 2,3 割安いと、 2,3 割安いけれども、それ以上の価値がある。これまでいろんな世界で活躍しているというか、世界に発展しているような会社の事例をお伝えしましたけども、払ってる値段以上の価値があるっていう、まあ、非常にシンプルなところにギューッと凝縮されるわけなんですよ。例えばマクドナルドで言ったらバリューって話がありましたよね。あとはスターバックスで言えば、単なるコーヒーを販売してるんじゃなくて、第三の場所、サードプレイスみたいなお話で価値を届けてるんだと。家でもなく職場でもなく、第三の場所って言ったら、家賃払おうと思ったらすごい値段ですよね。レンタルオフィス借りようと思ったとかって言っても、ホテル借りようと思ってたらすごい値段なんだけど、数百円のコーヒーでその第三の場所が得られたら、ものすごい価値が安く手に入りますよね。同じようにニトリさんも、こういう機能のタンスであるだとか、こういう機能のテーブル椅子だったら、普通だったらこんぐらいなんだけども、これ考えたらものすごく安いよね、値段以上の価値があるよねっていうものを生み出してるっていう、もうこの基本に忠実にやってらっしゃるっていうのはすごいことだなと思いますよ。で、しかもです、圧倒的な商品開発のスピードを持ってらっしゃるんです。あれだけの大企業になって、しかも家具を作るとなったら、通常は1年から2年ですよ。企画段階があって、企画検討をして、それを図面に起こして、素材を仕入れて、市場に出してテストマーケティングをして、で、売れるか売れないかのフィードバックをして、設計し直して、で、大量生産にやっと入ります。大量生産だから安くできますなんてやってたら、通常どんだけ少なく見積もっても1年もしくは2年ぐらいかかっちゃうわけですよ。なんとニトリ3ヶ月ですよ3ヶ月でどうやったらできるのって、これ信じられませんよ、普通に考えたら。しかもその商品のベネフィットっていうんですけどね、こういう機能がついてます、この引き出しはこうです、この椅子はこんな風に折りたためますとかですね、特徴となる機能ってありますよね。その機能をものすごく明確に、これとこれとこれの機能があって、それでこの値段みたいな、この企画を作ろうと思ったら、相当優秀なですね、デザイナーだったりだとかプランナーがいないとできないのが、定期的に企画をし続けて、でしかもそれはお客様からのフィードバック、後ほどお話しますけども、 IT によってデータがものすごく適切に収集されて販売されていると。商品開発が3ヶ月でものすごいスピードで、ベネフィットたっぷりの安い商品を大量に、これはすごい、もうこれだけで成功しますよ。ですから皆さんはですね、ビジネスをしようと思ったら、まず値段以上の価値があるものを作る、全世界共通の勝ってる会社のポイントなんですよ。で、それをどれだけ速いスピードで市場に出せるか、もうこれを意識するだけで勝てます。ぶっちゃけこれだけでいいんです。これ以上にやってることがですね、ニトリがすごいのが、実は家具屋じゃないってことなんですよ。いや、家具屋ですよ、家具屋さんなんだけども、単なる家具屋さんじゃないってことなんです。家具の製造をしてる家具屋さんでもないし、物流屋さんなんですよ。製造物流もやってるんです。製造して物流するって、これどういうことですよ、お金。いや、家具って大きいんで、物流がすごく重要なんですよ。これ家具買われた経験、引っ越しされた経験がある方は分かると思うんですけど、頼んでから下手すると1ヶ月後とか2ヶ月後に納品されるってしょっちゅうじゃないですか。ベッド頼みました、ソファー頼みました、来月の末ぐらいには多分届くと思いますとか言われるんですよ。ニトリ早いですから。
ニトリさん早いんですよ。作って物流の機能まで持っちゃってる会社、単なる家具屋じゃないんです。物流までやるんです。倉庫も持ってるんです。作って貯めて送るとこまでやっちゃう。しかもそれが小売業って言ってるんです。 IT 小売業、イメージで言うとアマゾンとセブンイレブンがくっついたみたいな。すごくないですか。物理的な店舗持ってます。でアマゾンみたいな物流システムっていうか倉庫とか、アマゾンって世界ナンバーワンなんですよ。それをですね、自分たちで作っちゃう上に物流もやっちゃって、IT でデータ分析してる、セブンイレブンって売れ行きだとか、どれが売れてるかとか、ものすごく商品選定だとか、顧客からのフィードバックを受けて売れる商品しか置かないって仕組みがものすごい機能してますよね、みたいなのが全部くっついてるのがニトリなんです。この感覚をぜひね、単なる家具屋じゃないんだっていうことをぜひ皆さん認識していただきたいんです。お値段以上に価値を届けるためにですね、必要なことを全部やってるんですよ。例えば物流外部に頼んだらコストかかりますよね。自前でやったら安いですよね。余分なことを一切しない、ルールが厳しい、一つずつをしっかりやってる、無駄のない会社なんです。だからこそ売上どんどん伸びてきます。だからこそ利益がどんどん出てきます。でこれ36期連続って言ってるんですけども、実はですね、これ本当はもっと伸びてもおかしくなかったんですよ。おかしくないんですけども、極端な円安になってしまいましたよね。そうすると海外から資材を仕入れるとなると、どうしても値段が上がっちゃうじゃないですか。だから本当は普通の為替だったら、もう37年38年といけたんですけどもね、円安によってどうしても増益ってところまではいけなかったんだけれども、それでもすごいことですよ。なぜならば基本に忠実だからです。儲かる仕組み、つまりお客様にとってのお値段以上、単なる家具を売ってるんじゃなくて、作って物流して IT 小売をしてる、作って届けるところ、さらには IT 情報戦略によってどれが売れるのか、何を求められてるのか、在庫はどうなってるのか、みたいなものも全部やるビジネスモデル、製造物流 IT 小売業、お客様に価値を届けるために必要なことを全部やっていくんだっていうことを突き詰めて突き詰めていくと、こうなると。家具をプランニングするとか、いい家具、素敵な家具を作りたいとかっていう人だけじゃないんですよ。社員の多くがですね、製造もやってるし、物流も経験してるし、IT もやってるし、小売もやってるからですね、いろいろぐるぐる人事制度でですね、育成がされていって、だからエンジニアとかシステムだとかが分かってる優秀な人たちがいっぱいなんですね。すごい会社なんですよ。ぜひ参考にしていただきたいと思いますし、自分の会社がメガネ屋ですよとか洋服屋さんですよだけじゃなくて、製造もやります、物流もやります、 IT もやります、小売もやりますって、こうすることによってお値段以上を実現していくんだって、価値を届けるっていうことにですね、どれだけ真摯に向き合ってきたんだ、地道なことを積み上げてきたんだっていう、本当に尊敬すべき会社なんだっていうことなんですね。それでいてこれすごいのは多店舗なんですよ。多店舗戦略、IKEA は競合です。売上で言うと IKEA の方がもう大きいですよ。世界で言ったら IKEA の方が大きいんですけども、国内で12店舗なんです。 IKEA ってあれだけ皆さん知られてますけど、実は国内12店舗しかないんです。12店舗に対してニトリ国内で現時点でですよ、650店舗以上あるんですよ。すごくないですか。家具を買う人のお客様の気持ちに立ってくださいよ。実物が見れるって大きくないですか。ネットで買えるとは言ってもです、ネットにみんな慣れてると言ってもです、実際はメジャーで測りたいじゃないですか。実際はソファー座ってみたいじゃないですか。実際はベッドにちょっとこの横になって感覚掴んでみたいじゃないですか。多店舗展開をしてですね、どこにでもすぐに行ったら手に取れる、確認できる、見れるっていう、しかもすぐ届くわけですよ。店舗がいっぱいありますから。これはなぜできるか、家具の製造物流 IT 小売をしてるからなんですよ。これはですね、世界に誇るべきモデルをニトリさん作ってくださったなって思いますよ。いや繰り返しになります。売上で言ったら IKEA の方が大きいんですよ。で IKEA はまあ北欧のデザインだとかおしゃれみたいな雰囲気ありますけれども、あれもですね、全部自分で見て回らないといけないですね。すごい巨大な店舗の中でなんか見てるうちに買わされちゃうみたいな体験も素晴らしいですよ。 IKEA もあれも素晴らしいモデルだと思いますよ。大量に世界中で同じような商品を作って自分で組み立てることによってコストを下げることによって売っていくっていうモデル、郊外型の店舗。一方でですね、家具を買う気持ちになってくださいと。そうなった時に物が見れるっていう、すぐ手に取れるっていう、
ていうあの感覚は素晴らしいと思いますし、だからこそ増収増益を続けられたんだと思いますね。さらにです、なんといってもこれ皆さんも使える、あなたも使える、今すぐ使えるという意味では改善なんですよ。まずは現場から、現場のデータが650店舗もあるとかなり大量にデータ取れますよね。これ12店舗の中でデータ取っても比較対象の元となるデータベース、店舗数比べていただければ分かるんですけども、いろんなファインディングスがたくさん店舗があった方が、いろんな店長がいた方がいろんな情報が入ってきますよね。こういった現場からのデータをですね、分析して商品企画だとか、もう社員に改善をどん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 出させるんですよ。だって現場が多いので、12店舗の中でも固まったモデルができちゃってたら、もうここに対して意見言いようがないじゃないですか。スタッフとしてはもうこれが成功モデルだからって言われちゃったら。でも650店舗もあると、 A という店舗と B という店舗と C という店舗比べてみても、こっちの方がこれやっぱり売れてるからこうした方がいいんじゃないかって、この改善案がものすごく出せますよね。そのデータを大量に活かしてるんです。でそのための IT への力の入れおったらないんですよ。データを活用して商品を企画する、データを活用して社員を教育する、こういうトークにした方がいいとか、こういう風に立った方がいいとか、こういう提案の仕方をした方がいいとかですね、もうすごいです。で実際私もですね、オンラインでなんか家具をね急ぎで買わないといけないって時に、家具がね1週間以内に届けないといけない、なんかの撮影で必要だった、椅子が必要だとかいう時にですね、ネットで検索して見つからない、で電話してもそんな届きませんって言われたら、後から電話が来て、社員がものすごく丁寧にこれとこれとこれ見てください、オンライン画面でナンバーと商品番号検索してください、これとこれとこれとこれの商品番号だったら1週間以内届きますけどどうしましょうかって、ものすごい教育がされてるなっての私も実感しました。すごい改善されてるんですよ。普通だったらですよ、650店舗もあったらどこに物があるかよくわからない、在庫がどこにあるかわからない、1週間以上で届けられる商品がどれかなんて言われてもわからない、全部データでわかるんですよ。これはですね、私衝撃でしたね。そりゃあニトリから買っちゃいますよねって思いますよ。だっていろんな家具屋さんに行ってみても、これはちょっとなんか2ヶ月後ですとか1ヶ月半かかりますとか、ちょっと在庫調べて後で折り返しますねじゃないんです。言った瞬間にこれと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 これだったら1週間届きますって言えちゃうってすごくないですか。みたいなことが常に改善されているっていう、このデータの活用、この日本がね DX ちょっと遅れてるっていうところは、これねニトリに学んだ方がいいと思いますし、ぜひニトリでの購入体験を通じて、うちの会社もこういう風にしていきたいなっていう体験をですねしていただきたいなと。経営者であればニトリ買った方がいいです、経営のためにみたいなことでですね、最後まとめさせていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。こういったマーケティング戦略だとかですね、こういった言語化みたいなこともね、我々たくさんのプログラムでご紹介してますし、他にもこのシリーズで YouTube でね、たくさんのマーケティング事例お話しいただいていますので、よかったらぜひ参考にしていただければと思います。いいねボタンや素敵なコメントもお待ちしております。いつもご覧になっていただきましてありがとうございます。今回 YouTube の視聴者の皆さんに、なんと13個の特大特典プレゼントということで、期間限定 MBS 万徳マーケティングのセミナー無料ご招待、万徳系のすすめ書籍 PDF 全編プレゼント、あなたの企業を100年企業に育て上げる万徳系のすすめ、私自身の解説動画、集客を倍増させるコピーライティングがこれだけでわかるチャット GPT パーフェクトガイド、コピペするだけでプロの広告コピーが手に入ってしまうチャット GPT 海外最新プロンプト、変化の時代も売り上げを伸ばし続けるコロナ以降勝ち抜いているマーケティング3本の柱、たったの4週間で6000人以上を集客した実績付きのセミナーズ、門外不出の67の集客システム、100億売り上げた北の達人木下社長が広告術を語るセミナーズイベントの未公開映像、社長の指示なしで社員が勝手に成果を伸ばし続ける中小企業の DX 活用、年商5億円以上の社長が共通して実行した企業成長のロードマップ、社長も部下も予算策定できるようになる売上の方程式テンプレートと解説映像、会議の生産性が激増する会議所のテンプレート、そして解説映像、優秀な人材の離職率がゼロになる万徳企業になれる8つのチェックポイント PDF、 これらの全てが概要欄の LINE のリンクから受け取れます。ぜひ LINE の登録お待ちしております。